上山草市大谷の町の国道沿いに新庁舎がが完成成し、し落成式式開かれました。式で上天草警察署の谷崎英樹署長は地域の安全と秩序を守っていくという強い信念を持って職務に邁進していくと抱負を述べました新しい庁舎は3階建てで敷地面積はおよそ5500平方メートル総事業費は18億5500万円です 神山草の海と警察官の制服をイメージした青と白の外壁で、中には車椅子対応カウンターや授乳室が設置されています。また、県内初となる庁舎内の職員宿舎があります。3階に6個が併設され、有事の際の素早い対応を目指します。